それではね、こちら岡山県産のデニムになります。変わり織りのね、ストレッチデニムということで、まずこの生地の特徴、ストレッチがね、こうわずかにこう効いてるんですよね。で、ストレッチっていろいろな伸び感あるんですけども、これに関してはわずかにこう伸びますよってね、こうナチュラルにこう伸び感を、ストレッチ性を楽しむ、そんなね、生地になってます。あと、変わり織りということで、ちょっと見ていただいて分かりますかね。はい、通常のね、デニムのちょっと織り感とはね、また変わっていて、ちょっとハチスのようなね、こう変わった織り感も特徴の生地になってます。ぜひその辺もね、参考にしてみてください。で、これ厚みなんですけども、厚みがね、だいたい6から7オンス相当の厚みで、デニムの中では比較的こう軽やかなね、こう薄手の素材になるんじゃないかなと思います。お洋服全般にね、使っていただける、厚みになってます。で、この生地なんですけども、実はね、こう訳ありになってます。で、ちょっとね、カメラさん、ちょっと全体撮っていただいて分かりますかね。はい、で、ちなみに、ここの中に欠点があるんですけども、ちょっと間違い探しのようなイメージだと思うんですけど、どこかね、こう分かりますかね。はい、実はね、ここのラインになります。ここのラインですね。若干ちょっとこう、色にこう、ムラ感があるの分かりますかね。ちょっと映ってるかな？大丈夫かな？映ってる？このラインになりますね。で、ここが実はこう訳ありでお値段がすごく安くなってる理由になります。で、今の濃い状態でこのレベルなので、おそらくですね、このデニム色もね、どん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 変化していきますので、最後の方はほとんどもう分かんない感じになるんじゃないかなとは思うんですよね。これはね、結構作品作ってもそこまでこう目立たないかなっていう感じなので、ここをね、こう妥協点として、じゃあこれだったら安くなるんだったらね、いいんじゃないかなと思える方だったら、すごくね、生地自体も特徴的ですし、お買い得になってると思いますので、ぜひね、チェックしてみてください。はい、で、最後に生地幅ですね、140センチありますので、容赦余裕を持って使っていただけるタイプとなっております。